金鉱山の淡田焼きと飢金、高山総兵は日本の京都で代々続いた京焼きの投稿。三代の騎兵の時金鉱山と合し、六代からは金鉱山を生徒した。京都の淡田口で養業を営んだ。江戸時代前期の商法二年頃に初代徳江門が淡田口にて創業したと言われている。生は小林、鍵屋と合した。四代騎兵、五代。 余平の兄弟が相次いで没したため、余平の息子の文三郎は丸や長兵衛の養子となり、15歳で家督を相続して六代金、高山荘兵衛となった。幕末期の当主であった六代金、高山荘兵衛は、開国に伴い輸出に目を向け、その息子の七代金、高山荘兵衛は明治、大正期の起業家として、金鉱山の名で多くの作品を残した。七代金、 高山総兵は、父が、輸出事業に、積極的であったところから、若くして、家業を継いで、京都の製糖業振興に貢献した。そして、薩摩焼きに京焼き風の絵付けをした、京薩摩や、陶器を腹に用いた、陶体七宝などを手掛けて、金鉱山のブランドで欧米をはじめ世界に輸出した。薩摩焼きと同じ色駅卵乱を作り、それを一層聖地にして、 しばしば外国へも視察に出かけ輸出に成功した。当時試験所や当時期伝習所の設立に尽力し、ここから若い春秋を輩出した。ありがとうございます。